はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。11時半になろうとしてますね。まもなく前場が終わります。日経平均はマイナス173ですか。まあちょっとだけ下げてますね。ドル円 138.74 と若干円高ですか。あ、そんな大きく動いてないですかね。香港ちょっと緩めましたが、マイナス 512.91%、 17,000 を回復しましたですね。アメリカの10年利回りね、 3.65 政策金利より低いな、なんでやろ。この辺がようわからんWTI が 74.13 って、まあ軟調ですね。ドルウォンでございまして、これがまたちょっとした幅で乱高下というのがあって、今1338ということですね。うん、まあええわ、それは置いといて、ですね、国内の話ですね。産経新聞さっき出ましたね。10時27分ですから、今から1時間ほど前、五輪談合事件、博報堂など家宅捜査、東京地検と公取ということですね。東京五輪パラリンピックのテスト大会関連事業務をめぐる談合事件で、東京地検特捜部と公正取引委員会は28日、独占禁止法違反、各不当な取引制限の疑いで、広告大手博報堂などをガサ入れちゃう家宅捜査したと。はい、談合が疑われるのはテスト大会の計画立案支援業務に関する競争入札26件、26件も競争入札したの。広告大手電通や博報堂、イベント会社セレスポなど9社と一つの共同事業体が計5億円超で落札した。9社は今大会の運営業務も計約196億円の随意契約で、受注していると。9社ね、電通、博報堂、特捜部と公取委は25日、同法違反容疑で電通とセレスポを家宅捜索、捜索でしょうね、これね。入札の発注を担っていた大会組織委員会の大会運営局の元次長の自宅も捜索していると。一斉にガサが入ったわけですね。旧社のうち旧アサツ DK は独禁法の課徴金減免制度括弧リニエンシーに基づき公取委に違反を自主申告したと。これね、アサツ DK ね、恨まれてますよ。博報堂とか電通に自分だけいい子ちゃになりやがってみたいなって、お前らなみたいな、もう二度とね JV 組んでもらえへん。アサツ DK は電通や博報堂とちゃんと一緒に戦わなあかんねんっていう、まあそういうですね、認識にあるんちゃいますかね。前にも言いましたけど、広告業界でですね、ガチなですねコンペなんてめったにないわけなんですね。まあ1割もないんちゃうかなと思いますね。特にこの五輪なんていうのは、五輪運営なんていうのをこううまくこなせるのは電通以外ないんちゃうかなと思うんですよね。まあでもその電通、ガチの競争入札になったら、それこそ博報堂とか札が連合組んでやってきたらですね、電通もちょっと困ったことになるかもわからんということでですね、で一緒にやろうなって分け前あげんでみたいな、そういうことをしたのではないかなと私は勝手に想像しますけどね。でどっちゃにしろね、こいつらが儲けるっていうのはですね、もう見えていたことであってですね、この前のね国葬もそうですけど、こういうことできるのってね、広告屋しかいないんですよ。広告屋って何でもできるんですよ。その代わりですね、スムーズにできるかどうかは腕次第ですよ。それは分かりません。なあ、でもですね、そういうふうに、スムーズに、いやスムーズにじゃきちんとやってのけたと、まあ言っていいんじゃないでしょうかね。少々儲けさせてもと思いますけどね。
ね、一連のこの流れを見ててね、いかにね電通が世間から嫌われてるかとよう分かりますねメディアからも嫌われてるしですね、世間一般からも嫌われてるし、広告業界他社からも嫌われてるわけですね。でもそのくせですね、あいつらですね、業績をですね落とさずにちょん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 と上がってきてるわけですね。まあ大したもんで、大したもんではありますけどね。まあちょっとですね、日頃偉そうにしすぎる嫌いがあるんで、まあ、嫌われてもしゃあないかなという気がしますね。なんか特権みたいになってますからね。ただ長い目で見たらですね、電通一強時代っていうのは、まあ私の生きてる間ぐらいはそうかも分かりませんが、じゃあ30年先も一緒かっていうとそれはないと思いますね。もうこれだけネットが浸透してきた場合、ネットはですね独占できませんから、昔々のって、このネットが出てきた頃、20年ぐらい前にですね、あれ、笑い話があって、ネットって何やねんって、電通の偉いさんが言うて、なんか説明したけど、よう分からへんかったわけですね、その偉いさんが。そんなもん全部買い占めろって言うたらしいですよ。まあ、我々のね、広告屋の世界、の中ではですね、まあ、多分そんなこと言いそうやなって分かるんですけど、まあ、そういう会社なんですよ、電通っていうのは。まあそれはそれでいいんですけどもですね、なんて言いますか、まず特捜部ね、検察の特捜ね、何考えてるんでしょうね。こんなしょうもない、たかだか190何億ですよ、を談合したっていう事件なんか、あれ特捜の仕事なんかなと思うんですけどね。まあ公取の仕事でしょうけども、まあ公取はですね、そんなに捜査上手じゃないんで、特捜が入った方ができるんですけど、そこまでやるぐらいの事件なんでしょうかね。高橋さんのあれもそうですけど、せこい事件やん。高橋さんのところに流れたお金が合計2億3億でしょ。それをそのうちポッポないないしたのって1億もないんちゃうかなと思うんですけど、まあそれを挙げたわけですね。で、よく言われるのはですね、ここではなくって最終的にはですね、あれですね、高橋みたいな小物ではなくってですね、あれですね、バンブーとかですね、バンブーとかフォレストとかですね、あっちをですね狙ってるんちゃうかというようなですね、記事を見かけますけども、まあ最終的にそこまでいけるんであればね、まあまあまあバンブーはね、そんなただ貧乏な元三宅に生まれた、旧三宅に生まれた貧乏元貴族でしょ、貧乏 元貴族でもないから、生まれた時にはもう三宅ではないですからね、あそこね、旧三宅のご出身というだけで、宮様であったことは一度もないわけですね。まあ、あの子方とですね、元首相ですね、失言を繰り返す、もういい加減消えてしまえばいいのにと思いますけど、まだいますよね。あの二人にたどり着くんではないかなと言われてますけどね。しかしこの、なんて言いますか、去年でしたっけ、五輪やりましたけど、私あんまりああいうの好きちゃうんですけど、昨日もサッカー負けてましたね。まあそれもいいんですけど、まあ当事者たちはね、一生懸命やらはるわけですけども、あれで騒ぐという感覚があんまり好きではないしかし次から次にケチつきますね、この五輪というのは。もう招致が決まってた、その瞬間からですね、あれでしょ、バンブーさんはフランスに行けないんでしょ、ガチャンされてしまうかもしれないわけでして、招致自体もそうですし、その後のもうてんやわんやてんやわんや、国立競技場のコンペから何やった、まあ、なんたらマークのあれ、パクリ事件とか、もうケチのつきっぱなしで、あげくはですね、コロナで1年延期とかいう例を見ないようなことに追い込まれて、ね、無観客関西ですかまあ我が国のことながらですね、こんな五輪、こんな汚れたですね、残念な五輪があったんかいなという感じですね。湾岸五輪なんて言われましてですね、五輪が来たことによって湾岸は開くんではないかと言われましたけど、無観客ということで全然湧きませんでしたねまあだからかなり調子外れでですね、残念な大会になって、それでもまだね、札幌とかやるって言ってるでしょ、やめときなの、札幌市民かわいそうやん、そんなに東京で大きな町でもないのにですね、その別に、ね、そんな五輪、今時ね、五輪なんか招致してもしゃあないや、そんなもん、テレビで見てたらええねん、そんな、やったかってね、ちっとも儲かりゃせえへんし、金はいっぱい出ていくわけでしょ、ほんで、こんな残念なこといっぱい起こるわけでしょ。五輪が権益やと思ってる連中が今、利権やと思ってる連中が今のように多いわけですからね。
でまだこんなあの高橋2号とかですね、バンブー2号とか出てくるわけでしょ。あかんやん、そんなんやめたらええねん、ほんなもん。どっかのね、途上国が一生懸命開催しましたというところに意味があるわけであって、日本みたいなね、もう置いて追い始めた高齢者ばかりの国でですね、ゴリなんかやる意味がないんです。で結果こんなアホなこといっぱいできてるわけでしょ。ちっとも愉快な話しちゃいますよね、国民にとっては。そんなに汚れた五輪やったんか、あれはっていうことになるわけですね。もう、ほんまにもうしゃあないなと。一応この産経新聞のサイトを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。